日本共産党の上智子でございます11月12日に日米貿易協定案を私取り上げました。で私が日米貿易協定付属書1に、アメリカ合衆国は将来の交渉において、農産物に関する特権的な待遇を追求するという規定があるが、こういう言葉を使っているのは他の協定にあるのかって聞きましたところ、江藤大臣は、私が知っている範囲では、日 EU の中にも、 こののような同様の表現が入っているって言われましたで、えー、私はじゃあ資料いただきたいというふうに要求しましたら、後ほどあの資料頂い,いて説明を受けましたで、そこで外務省にお聞きするんですけれども、えー、他の経済連携協定の最協議規定において、農産物に関する特恵的な待遇を追求するという、まあ、表現、言葉を使った協定はありますか、あるかないかをお答えください。 曽根参事官お答えいたしますご指摘の規定でございますけど、将来の交渉において、えー、農産品に関する特恵的な待遇を追求する、えー、という意図が、えー、米国にあるということを、えー、単に記載したものでございます。えー、その上で申し上げますと、えー、我が国がこれまで、えー、署名・締結した経済連携協定の中で、農産品の再協議という趣旨で、 追求するという表現を用いた規定はございません。上智子君。あのないということであります。それで江藤大臣が日 e. U. の中にもこのような同様な表現が入っているって言われた答弁は。これはあの誤解を招くと。あの正確じゃないというふうに思います。それはお認めになりますよ、ね。江藤大臣。 SEEK、えー、という単語がそのまま使ってあるということではなくて、ですね再協,議一般につえ再協議一般についてあのえ、ですが言葉そのものについては、ですね委員の御指摘が正しいと思います神智子君。はい認めていただきました、まああのおそこでお聞きするんですけれどもね、あの他の経済連携協定の再,再協議規定、これはまあ,あるわけですよ、再協議規定というのはあると。 例えば TPP はですね、効力を生じる日の後、7年を経過する日以降に協議する、協議するとなってるんですね。TPP11 もですね、協議するなんですよ。で日 EU ・ EPA は、効力発生の日の属する年の後、5年目の年に見直しの対象になるというふうになってるわけです。ところが日米貿易協定は協議ではなくてですね、アメリカは、 農産物について特定的な待遇を追求するというふうになっているわけです、これはのアメリカに対して、やっぱり TPP 水準を超えた権利を与えた規定だと思われませんか伊藤大臣いや。あまり私はそのようには受け止めておりません、あの先ほども SEEK という単語をどのように訳すかで、えー、ちょっとあの議論がかみ合いませんでしたけれども、まあ、探し求めるという ということはです、ねまあ、探さなきゃいけないんですから、結構不確実性の高いものではないかと私はまあ英文からは直接、まあ、読み取っていれば、私の都合のいいように読んでるんじゃないかと言われるかもしれませんけれども、まあ、あの単語は単語としてです、ね、あの読み解かせていただいているところでございます神智子君あの。解釈を聞いたわけじゃないんですよね、あの実際に TPP 数字を超えたと。 いいいうふううふには思わないということなととこんですか江藤大臣、えー、先ほど申し上げましたけれども、重化率も低く抑え、米も抑ええー、その他の部分についてもですね、まあ、SG についてはご議論があるかもしれませんが、全体を見て、ですね私は TPP の水準の枠の中に収まったと、とそう評価しています上智子君。あのこのね TPP、TPP11 もさっき紹介しましたけど、 実際の言葉は、効力を生じる日のうち、7年を経過するう、7年を経過する日以降に協議すると、それから TPP11 も協議するというふうに今まで言っていたものですから、それをやっぱり超えるものになっているというふうに私は思うんですよ。でこれはですね、私はやっぱりアメリカに対しては、特別な権利を与える非常に異常なですね、そういう協定になっているていうふうに思うわけでありまして。 やっぱりですねあの農水大臣なんですから、閣内の中でもですね最もですね農家の人たち、そういう現場の実情を分かって、その立場で発言しなきゃならない農水大臣ですから、そこはですねもうあまりにもですねこの理解が早すぎるとあの、すぐ受け入れるんじゃなくて、ですねしっかりとですねそういう農家の立場に立って発言をする大臣であってほしいということをね改めて申し上げておきたいと思います。 それで次なんですが、えっと輸出促進法の質疑に入りたいと思います。で、我が党はですね、輸出に反対するものではありません。あの、私の出身地の北海道においても、ホタテやナマコなどを輸出して生活を支えて。まあ、地域経済の循環にも役立っているっていうのもあります。それから、東日本大震災で被災した漁業、水産加工業者はですね。販路を断たれてしまったと。で、そういう中で、えー、新たな販路の先を。 探してです、ねまあ、輸出にもも取り組んでいる人もいる人で米を輸出している農家もいます、でそれでもです、ね、やっぱり今回の輸出促進法に対して厳しい意見も聞くわけです、でそこで法案について確認したいんですけれども、えー、安倍政権は日本最高戦略2014で、2020年に農林水産物、食品の輸出額1兆円を目標に掲げました。そして 安倍総理が本部長を務める農林水産業の地域の活力創造本部、これは農林水産業地域の活力創造プランを決定をしました。停、ま、止、あ、されているいわゆるこの輸出促進法は、ですねこの方針に沿った立法化ということになるんでしょうか。江藤大臣、えー、日本最高戦略には1兆円 それから、えー、活用創造プランにはさらに30年の目標まで書き込まれておることは重々承知をいたしておりますしかし私もですねずっと、まあ、自民党の中におりまして、まあ、あの官邸にいた時期もありますけども総理に申し上げているのはですね数字ではありませんと結局は日本の農業の生産基盤をいかに強くするか農業の魅力を増してですね いないといかに確保するかが一番の眼目ですということはずっと言い続けてきたつもりであります。この法案を提出するにあたってですね。この二つのものに。言ってることの内容を実現するために出した法律では、これはありません。もう何度も申し上げましたけど、目的のところにですね。農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とするとこれを目的としてやってるわけであって。何兆円を目的とするとかですね。そういうことではございません。 上智子君これ、実際上は安倍政権が本部長を務めている、そういう、えーえー、活力、地域活力の創造本部、それから農林水産業の地域の活力創造プランという、そういう全体の中で出されている、その政策をやっていく上で、輸出も含めて、ね、出されているものなんじゃないんですか、それを進めるための具体的なものとして出されている法,法律じゃないんですか。伊藤大臣 いやあの別にあの総理と喧嘩するつもりはないんですけどもまあプランを進めるためとかいうことではなくてですねこの中にも輸出の促進は書いてありますで先ほどからの答弁させていただいているようにその歴史戦略の一つとして外にマーケットを求めていかなければならないもう先生からもご指摘ありましたけどもう2030年には海外の食品のマーケットというのはとてつもない規模で拡大をしていくそこに向かってですね我々が何,何ができるのか。 そして農家の所得向上にどうやってつなげていくのかということを考えた上でこれは提出した法案でございましてまあそかぶっている部分はあるかもしれません、だけどこれをですねあの総理大臣がその本部長で作ったからじゃあそれを我々が下請けのようにですねあ総理のご意向に従ってじゃあこういう法案をお出ししましょうとかそういうようなですねものではありません、えー、上智子君。 あの、あらかじめいろいろやり,やりとしのと違う答弁だなと思っているんですけれども。安倍政権は、まあ、生産対策においては担い手に政策を集中し。まあ、これまで農協法や農業委員会法や農地法や。まあ、従来のですね、制度を岩盤だというふうに言って、次々、まあ、解約をしてきたわけです。で、その農政の柱に輸出が入っていると、今までもね。で、で、ですから、法律案には農林水産物食品輸出本部を作って。 本部は政策の企画、立案、事務を行う、い、まあ、わば国家プロジェクトとして輸出を進めるっていうものだというふうに理解しているわけです。それで、農林漁業者や自治体の自主的な取り組みを支援するものになるのかっていうに疑問も思うんですが、今年4月、菅官房長官のもとに、これ、輸出拡大のための関係閣僚会議が設置されました。で、6月の会議でですね、菅官房長官は、農産品輸出を一元的かつ、 戦略的に推進するための司令塔組織を設置するというふうに言ったわけです。で、またしてもです、ね、これ、官邸の主導の農政が進められるのかと、司令塔ですから、これ、司令する側と司令を受ける側があることになるわけで、じゃあ、司令を受けるのは誰なんでしょうか。はい、塩川局長おお答え申しし上げますあの今先生おっしゃっゃたようにです、ねあの えー、農林水産物食品質促進を担うです、ねえー、司令塔組織を創設すべきということがです、ね、あの関係閣僚会議で,で,す、ね、で提言をされましてです、ねえー、それを受けまして、えー、この法案によりまして本部を設置することとしてございます一方であのご懸念のほうはきっと都道府県が責務があってです、ねえー、この司令塔組織がです、ね、あたかもその都道府県にです、ね、なんかあの新しい仕事を支持するような形で,です、ね、なるのではないかということでございますがあの都道府県 等につきましてはまさに生産者の要望あるいは地域の特産物にです、ね、通じていましてです、ね、地域の実情に応じて一促進を図ることができると。 ということで、この法案におきましてです、ね、輸出を円滑化する手続きの整備等の施策を講ずる責務を有するというふうに定めたところでございます。なおは国はです、ね、地方自治に基づきまして、自治体の自主性、えー、自立性を尊重するということになっておりましてです、ね、輸出本部が本法案に基づきまして、都道府県等にです、ね、何ら指示をです、ねえー、出すというものではないというふうに考えております神智子君。 あの閣僚会議でですね、あの菅官房長官はこういうふうにも言ってるわけですね、法案では農林水産省に本部を作り、実行計画を作り、都道府県は速やかに実施する体制を構築すると、つまり都道府県に速やかに実施するに求めているということですね、で法案には都道府県等の責務規定があるわけですけれども、この都道府県は政府の資料を出すことになるということになるんじゃないですか、はい、塩川局長。 We do あ,のあくまで今申し上げましたようにです、ねあの、司令塔組織がなく都道府県に命令するというわけではなくて、この司令塔組織というのは、どちらかというと、先ほどあの各省縦割りとかですねあ、いろんな手続きが、あのこの各省でバラバラにやってるんで、そのいろんな手続きに時間がかかってるとかいうことがありましたもんですから、農林さん大臣を本部長とする、その司令塔組織を作るわけでございますが、そこはあの都道府県に指示をするということじゃなくて、都道府県のちゃんと意見も聞きながらです、ねあの、しっかりあの地域の実情に応じてですね、えー さまざまなです、ね、その例えば輸出証明書だとか、その認定だとかですね、そういうことをしっかりやっていくということでございます。上智子君あの。2016年10月に農林水産省は、食育活動および国産農林水産物、食品に関する意識・意向調査というのを公表してますよねで、ここで農林水産物、食品、飲料について、国産かどうかの重視度合いアンケートというのをやっている。 でとても重視する、重視するを合わせると67.5%、国産農林水産物が多く使用されている加工食品総菜等、外食の飲料等を利用すると答えた人は86%とで、自治体ではです、ね、これ、国産品を使用することで、地産地消とか食育を進めていますで、そこに輸出促進法で国から輸出の指令が出ると、県を挙げて地産地消に取り組んでいるときに、 例えばこの輸出促進するということで、国が命令をするとし、まあ、指令をすると、そうなったら、地産地消ってやってたのが、この輸出を優先するということが迫られるということが出てくるんじゃないかと思いますけれども、あの局長、いかがですか石岡局長お答え申し上げます。あのち 今委員ご指摘のとおりです、ね、あの地域農業の振興、ねまあのためには、えー、一出促進のみならずです、ね、やはり食育だとか地産地消、こういう取り組みを当然、重要でございましてです、ね、都道府県等におきましてもです、ね、しっかり推進をしていただきたいというふうに考えていることであります。で一方で、大臣からもご答弁されましたようにです、ね、まさに一足促進というのもです、ね、当然、地域の農業の振興、ね、持続的なです、ね、発展のためには必要なものでございますんで、これも都道府県にはしっかりになっていただきたい というふうふに思っておりますただあの、事務負担がです、ね、え増えるんじゃないかというご懸念だと思いますので,です、ねえー、農林水産省、なるべくその事務負担が増えないようにです、ね、例えば輸出証明書の申請等の手続きをシステム化する、えー、そして簡単に事務を行える環境を整備するだとか、あるいは都道府県のです、ね、体制整備にです、ね、しっかり支援をしていくということで、やっていきたいというふうに考えております上智子君。 ちょっとあの次に質問しようと思っていたところも答えてしまったので <laughs>、要するにですね輸出証明書を発行するために省庁の枠を超えて調整するというのと、輸出目標を達成するように指令するというのは違うと思うんですよね、指令塔でないというのであれば、各省庁の調整だけでいいんではないかというふうふに思うわけでありまして、それでまあ今ちょっと紹介あったけれども、都道府県の責務規定があって、これはあの輸出証明書の発行、それから生産区域の指定、 加工施設の認定などは、まあ、専門性が問われると聞いていてます法令や運用上の解釈が整理されていなければ、これ、混乱も生じるかもしれないということでは、運用上整理、業務量の増加に合わせて、これ、都道府県の支援をぜひしていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。あの昨年ですね、西日本豪雨で被災した愛媛県のみかん農家の方がこう言ってるんですね。まあ、輸出の前に押し付けられた輸入をまずやめるべきだと。 私たち過疎地の現状から言えば、輸出促進法はかなりかけ離れている気がする、でこれは1990年のオレンジの輸入重化で大変な苦労された農家の声ですで、これが多くの生産者の思いではないかと思うんですけれども、大臣の認識、いかがでしょうか伊藤大臣。これ、WTO 上になったらすべての国の合意いるんだな、ひっくり返すな。だろう だって知識が足りなくて間違った答弁をするかもしれませんがもちろん、そういう気持ちは私の気持ちの中にはあります、やはりその牛肉オレンジ自由化からですねその長い歴史の中で日本がこの自由貿易圏の中で生きていく中でですね交渉するとどうしても我々が交渉の場面で差し出さなきゃならないのは農林水産であった。 とといいううのはもう歴史的な事実だと思いますそれからその m m i とかにしてもですねいろんなご意見がありますが日本がこれだけ米の生産が過剰になってくる時代においてですねいつまで MA を入れるんだというご意見もですねごもっともなご指摘だと思いますしかし、それをじゃあなしということにするにはですねどれだけの外交努力がいるのか。 私の記憶が正しければですね、その時に合意をした全ての WTO 加盟国一刻残らず合意を得なければ確かそれを保護にするというか元に白紙に戻せないというルールがあったというふうふに記憶をしておりますですから、そういう気持ちは強く持っておりますですから先ほどから申し上げているようにそれができないにしても輸入品によって日本のマーケットが取られている部分を国産品で取り返す努力 をすることを一生懸命やらせていただければというふうに考えております。カミ先生、質問をまとめください。はい、えっとまあ今大臣自分の中にもあるっていうことをね、総知におっしゃったと思います。それであの農林水産省には今食育を進める本部があるとうう聞きました。で本部を作って政府を挙げて農業の振興に取り組むっていうことであれば、ぜひですね自給率食料自給率が戦後最低になったわけですから省庁の枠を超えて。 この食料自給率を向上させるための本部を作ってです、ね、あるいは地産地消を推進するための本部を作ってです、ねあ、あるいは家族農業を支援すると、こういう本部を作ってです、ね、やることこそが必要ではないかということを最後に申し上げまして、質問があります。